ピエール2世はブルターニュ公、ブルターニュ公、コー。ブルターニュ公コージャンゴー世と、フランス王シャルル6世の娘ジャンヌドフランスの息子で、フランス王は1世の弟。1450年の兄の死により、行為を継いだ。おじのアルティュールドリッシュモン大元帥の補佐を受け、弟ジルの殺害犯の処罰と、フランス王シャルル7世への侵入を行う。年戦争が終盤に差し掛かる中、 シャルル7世の命令でおじと共に、ノルマンディー・ブルターニュ防衛に努め、1452年に、ブルターニュへ接近したイングランド艦隊を撃退する。翌1453年、アキテーヌに駐屯するイングランド軍撃破を目標に、フランス軍がアキテーヌへ向かうと、手持ちのブルターニュ軍3000人を援軍として派遣した。この部隊が、フランス軍に合流しカスティヨンの戦いで、 フランスの勝利に貢献した。しかし、1457年に病に倒れ39歳で死亡。1442年に結婚した妻、フランソワーズ・ダンボワーズとの間に子供がなく、死後行為は、おじがアルテュール3世として継いだ。しかし、翌1458年におじも子供がないまま亡くなったため、重帝のフランソワ2世が行為を継承した。ありがとうございます。